せ者。犬死にしたくは我に挑め。運動無用、参れ。精進が足りぬ。父上、戯れが過ぎます。父の無礼、何卒ご容赦を。愚問、近頃名を馳せているこの者がいかほどの腕か試したまで。しかし未熟よ。精進の後、再び我に挑むがよい。本当にごめんなさい。父はあなたの戦ぶりを見て気に入ったらしく、今も修行が足りず父を止められません。これに懲りず、どうぞお付き合いください。隙あり。勝負あった。大丈夫ですか？修行を積んでいるようだな。前に仕掛けた時より動きが良い。父上、頼まれてもいないのに稽古をつけるのはおやめください。しかしまだまだよ。さらなる精進の後、また挑むとよい。今も修行が足りず父を止められません。これに懲りず、どうぞお付き合いください。待ったなし。何？お見事！父が課した試練、ついに達成しましたね。今日よりそなたはこの忠勝と対等の武人。拙者の加勢が入りようの時はいつでも参られよ。稲はまだ父の試練を達成できずにいるのに、さすがですね。稲も精進しなくては。これからも父上とよろしくお付き合いください。まずあなたが草むらから飛び出して父上を襲ってください。あなたに気を取られている父上の背後から稲が矢を放ちます。甘い。勝負あって、ごめんなさい。参りました。敵は一人とは限らん。向かったな、イナ。たまたま通りかかったら忠勝さんに頼まれてしまって。イナさん、すみません。いえ、勝負は勝負、修練が足りませんでした。
遥けき高み、我らの修練に終わりなどない。